ルディ・ゲイルディ・カールトン・ゲイ・ジュニアルディ・カールトン・ゲイ・ジュニア1986年8月17日隊はアメリカ合衆国メリーランド州ボルティモア出身のバスケットボール選手ポジションはスモールフォワード身長203センチメートル体重104キログラム NBA のサンアントニオスパーズに所属している高校時代に マクドナルドやパレード市のオールアメリカンチームに選出されたゲイはコネチカット大学に進学。恵まれた身体能力を活かしたプレーで1年目から先発に定着し、ジョージタウン大学のジェフ・グリーンと共にビッグイーストカンファレンスの新人王に選ばれた。2005年夏にはアメリカ代表として U-21 世界選手権に出場。 2005から06シーズンには15.2得点のアベレージを残し、AAP 通信選出のオールアメリカンセカンドチームなどに選ばれた。3年生には進級せず、2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトにて、ヒューストンドケッツから1巡目8位指名を受けて NBA 入りを果たすも、直後にシェーン・バティエとの交換で、 ストロマイル・スウィフトと共にメンフィス・グリーズリーズにトレードされた。高選手バッティエを出してまでトレードしたことは、グリーズリーズのゲイに対する期待の高さの現れであった。ルーキーイヤーとなった06から07シーズンは78試合に出場し、10.8得点に4.5リバウンドのアベレージを残し、オールルーキーファーストチームに選出された。その後、 シーズン平均20点前後のアベレージの記録し、2010年夏に5年9000万ドルの大型契約を結んだ。2010から11シーズンは左肩の怪我でシーズン終盤を欠場。しかしチームはゲーを失いながらもウェスタンカンファレンス8位で2006年以来のプレイオフ進出を果たし、1回戦で第1シードのサンアントニオスパーズを下し、続く オクラホマシティサンダーを相手にも激戦を繰り広げた。翌2011から12シーズンプレイオフは、ゲイにとって初のプレイオフとなったが、1回戦でロサンゼルスクリッパーズに行した。2012から13シーズンは不振に陥り、前年度よりアベレージを3点近く落とし、13年1月にデトロイトピストンズ、トロントラプターズが絡んだ三角トレードでラプターズに放出された。 2013年12月9日、クイーンイ a c、AC、アーロン・グレイと共に、グレービス・バスケス、ジョン・サーモンズ、チャッカ・ヘイズ、パトリック・パターソンとの交換で、サクラメント・キングにトレードされた。2014年1月22日、ニューオーリンズ・ペリカンズ戦で、キャリアハイに並ぶ41得点を記録した。2013年中に3チームをたらい回しにされた背景には、 ゲイ自身のリーダーシップの欠如などが指摘されている。2014年6月22日、19.3ドルミリオンの2014から15シーズンプレイヤーオプション契約を履行した。2014年10月31日、ポートランドトレイルブレイザーズ戦で40得点を記録し、1394での勝利に貢献した。2014年11月19日、 キングスと3年3000万ドルで契約を延長した。3月30日のメンフィスグリズリーズ戦で、かつてのチームメイトのマーク、ガソルと衝突した後の脳ー,ーから来る頭痛により、シーズン最終9試合のうち8試合を欠場した。シーズンとしては68試合に出場し、平均21.1得点、5.9リバウンド、3.7アシストを記録し、高成績シーズンの一つとなった。 2015年11月25日、ミルウォーキーバックス戦でシーズンハイとなる36得点を記録した。2015年12月15日のヒューストンロケッツ戦で17得点、13リバウンド、3アシスト、1ブロックに加え、キャリアハイとなる6スティールを記録した。2017年1月18日、ゴールデン1センターで行われたインディアナペーサーズ戦の 第3クオーターに左足を負傷し、1月19日 MRI 検査の結果、左アキレス腱完全断裂の重傷を負ったことが発表れた。この時点で30試合、全試合先発に出場し、平均18.7得点、6.3リバウンド、2.8アシスト、0.9ブロックを記録していた。2017年7月6日、 サンアントニオスパーズと2年1720万ドルで契約した。2017年12月28日、右かかとの損傷により、2週間余りの欠場となった。スパーズでの1シーズン目は57試合に出場し、平均11.5得点、5.1リバウンドの記録を残した。プレーオフでは、レナードの完全離脱によって、5試合中4試合でスターターとして出場し、 出場時間もレギュラーシーズンから大幅に増え平均32分出場で12.2得点5.6リバウンドプレイオフ自己最多の2.2アシストを記録したオフシーズンに2018から2019シーズン契約のプレイヤーオプションを破棄しフリーエージェントとなったがスパーズと1年1000万ドルで再契約した楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。